土地収容をめぐり抗争を続け、世界の注目を集めた広東省武漢村。当局が譲歩を示し、一見収束したかのように見えます。最近、広東省の主命国共産党副書記は、群衆が起こって初めて力とは何かが分かると発言しました。一方、ニューヨーク・タイムズは、中国には62万5000の武漢村があると報道しました。26日、習副書記は共産党会議で、一部の幹部は命令することだけになれ、群衆の問題を先延ばしにしている。結局、群衆が起こった時に、初めて力とは何かが分かると発言し、実例も挙げました。リンゴに例えれば、中身が腐って皮だけがまだ赤くても、皮が破れた時にはもうどうしようもないと述べました。1週間ほど前までの武力動員から急遽態度を変えたことに対し、中国当局が異例の妥協をしたとの見方が多い中、時事評論家の李天章さんは、事態が当局に不利な方向へ発展するのを恐れ、その上、国際メディアの記者の目が光っていることもあり、やむなく手を引いたと指摘します。諏訪東市開門鎮で18日に火がついた大規模抗議は、深刻な汚染をもたらす火力発電所の建設中止を求めて、いまだに続いています。当局の狙いは、武漢村を落ち着かせてから一つずつ攻略していくことだと指摘します。ニューヨーク・タイムズは、中国では62万5000の村が武漢村同様、地方政府の犠牲になっているとし、この種の腐敗は地方政府の利益が絡んでいるため、根治するのは難しいと報道。また、一部のウォッチャーは、武漢村事件によって中国の地方体制の闇が明るみになり、その処理が迫られていると指摘。しかし問題は、地方の官僚が改革を望んでいないことだと指摘しました。ウィスコンシン大学の中国問題専門家フレッドマン氏は、土地売買によって大金が生まれ、それを目にした官僚は皆その中から一儲けしたいと思っていると指摘します。一方、中国政策問題専門家のホヒさんは、武漢村事件の解決には新たな土地収容政策の制定が必要だと指摘。当局が土地政策の改革を行わない限り、似たような問題は後を絶たないと指摘します。アップルデイリーのコラム作家李平さんは、武漢村事件は現代中国の土地問題の中でも代表的な事件だと指摘。胡錦涛主席が掲げているスローガンは、調和の取れた社会。しかし各地では環境汚染や土地収容をめぐる集団抗議が激しさを増す一方だと指摘しています。新東人テレビがお伝え